NHK 連続テレビ小説、チム・ドンドンに対し、不満を感じつつも視聴をやめられないとする視聴者の声がツイッターに相次いで上がっている、実に中毒性のあるドラマだわ。同ドラマに対してはこれまで、俳優の黒島結菜さん、25、が演じる主人公、比嘉のぶや、その兄弟の姿に対して憤慨したり、作品への不満を述べたりする声がツイッターに続々と上がり続けてきた。 最近の例を挙げると、2022年8月3日に放送された、信子が恋人の青柳和彦、宮沢ひ夫さんイコール28、との結婚を認めてもらうために毎日、和彦の母、茂子、鈴木穂奈美さんイコール55、に手作り弁当を勝手に送り続けていたシーンに対して、繊維の押し売りは本当に迷惑、といった声が上がった。 また、8日の放送では、信子の姉、涼子、川口春奈さんイコール27、その信子と吉子の兄の片姫、流星良さんイコール29、バシゲ子の目の前で言い争いを起こすという、粗相を起こしたが、このシーンに対しても、結婚反対したら乗り込んできて怒鳴り散らす親族がいるとか現代でもくっそこは過ぎる、といった声が相次いで上がった。 この他、12日の放送では、信子と和彦の披露宴が、信子の勤務するレストラン、アッタ・フォンターナ、で開かれたが、客の中には作中で以前、信子にプロポーズするも断られた砂川聡、前田豪樹さんイコール31の姿があり、無茶ぶりでスピーチを振られるシーンもあった。このため、視聴者からは、振られた男にスピーチさせる地獄絵図、本当にいじめじゃん、といった声が上がっていた。だが、 これらの声に混じって目立つのは、最近、チムドンドンを見てるとおかしな部分がないか考えながら見てしまう。こんなにイラついても習慣でチムドン見てしまう自分が悲しい。見なきゃよいのに、どうにも気になって見てしまう身に中毒性のあるドラマだわ。チムドンドン、あのドタバタ感で笑わせたい。かなぁ、常識外れが過ぎると引いちゃうよねい。見るたびに疲れるのになぜか毎日見てしまう。 といった、ドラマへの不満を述べつつも、作品を見てしまう、とする声だ。矛盾したこのような声が上がる理由はどのようなものなのか、シェイキャストニュース編集部はドラマ、演劇、映画に詳しいライターの木又冬史に分析を依頼した、自分に合わない内容でも見届けたいものなのです。 まず、このような不満の声を上げているのは、以前から朝ドラを見る習慣がある視聴者なのか、それとも朝ドラ視聴が習慣化していない視聴者でも引きつけてしまう要素があるのかについて聞いた。木又氏は、